クラッシュロワイヤルをプレイ中の皆様、こんにちは、こんばんは、おはようございます。ギコちゃんです。だーさあ、今回の動画はサムネイルとタイトル通りなんだけども、私のデッキを見てくれ。いつものデッキだ。こちらを見てくれ。エリクサーパンポね、これ985、残り15でカンストね。なのでシャンギコ、今回はこちらのカンストを狙っていきたいと思います。これは巨大宝箱で十分だと思うんだ。チャンギコといったらスーパー魔法の宝箱っていうイメージ持ってる方もいらっしゃると思うんですけれども、いやー、今回は巨大宝箱をバカスカ引いていきましょう。いきましょう。レッツゴー、御名詞エリポン。エリポン頼む。エリポン、エリポン来ないかな。うるさかった画面がね。エリポン来てくんないかな。2個目、エリポン。フィール、エリポン来ないよね。まあまあまあ、まだこれから。エリポン、エリポンね。はい、エリポン来ようか。ほら、エリポン、エリポンは行きましょう。エリポン、エリクサーポンプ。エリクサーポンプってレアだよね。レアですよね。レアだよな。レアです。30、20、むしろ少ない。じゃあいきます。エリクサーポンプ頼む。来いよ、いつでも来いよ。エリポン、あー惜しい。マジかよ。来た、来ました、エリクサーポンプ。うわ、マジか。アップグレードしますよ、そりゃ。ヒットポイント上がるからね、え、生み出してくれますよ、そりゃ。激しいですよ、この男性。よっしゃ、完走かな、これで。うわー、すげえ、最大レベルになりましたね。私のデッキがまだまだね、強くなる恐れはありますよね。こちら、こちら、こちら、こちら。エレビズにペッカ、そしてトルネードにマスケット重視。これのレベルをね、乾燥させればさらに強くなるってことなんでね。じゃあ今回最後にね、スーパー魔法の宝箱を一回引いて終わりにしましょうか。できればペッカかトルネード欲しい。わお、まあいいや、使っちゃおう。はい、なるほど。最後の1個です。はい、ということで今回はカンストさせる動画でした。バイバイ。思うでしょ。いやいやいや、それじゃ終わらないでしょ。一戦ぐらいしよう、せめて。せめてあなたの中で終わってやつだよ。いくぞ、ベロ、 It's ベロ、ボンバンバーン、よろしくボコ。早速エリクサーポンプね。いいよいいよ。なんで怒ってんの。格上だからかな。おい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 、同じじゃねえかよ。まさか怒ってる、怒ってる、どっちなんだよ。さ、なんか三重詩とかゴーレムとか。あー、ゴーレムだ。いやーねー、もうやんなちゃうわね。ゴーレムさんやめて。ゴーレムさんはファルチェン出しちゃうから。チャインギコは、うーん、左にもね、ナイト対策来るだろうな。そりゃそりゃ来るよね。ここはペカペカさんで、で、この人は真ん中連れてきちゃうから。よいしょー、キックー。で、ここでパーン。これどう、これどう、これどうですか。で、さらにナイトにこれ、ちょっとあれがないのはつらい。いけいけいけ。
攻めろ、攻めるがよし、攻めるがよし、攻めるがよし。よしよし、いいぞいいぞいいぞ。湧き上がったな、大丈夫だ。もう待て、ヒュルル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 ル、パーン。ちょっとガードしよう、ここはしっかりね。ここ守りきろう、守りきるとか、次そこ攻めよう。やり合ってんな、めちゃくちゃやり合ってんな。ママー、何で来るかな、ボパパーンって来るかな。来なかったな。意外と来なかった。ドダダーンって来てほしいな。なーに、なにそれ。あれ、あ、そういう感じ。いいじゃないいいじゃないいいじゃない。で、これ真ん中にあるんですよ、ここら辺にあるんですよ。そうする、そしてやばいやばい、守って守って、で、パン。無駄な守り、無駄な守りきた、無駄な守りきた。で、ここでマスケット重視でガーゴイル対策。あー、そういうことすんの。じゃあここに一回置いて、まとめよう、ここにみんなまとめて、まとめようと思ったけどいなくなって、一気に。うわ、出た、それナイトです。で、後ろからパンですよ、パーン。これは、これ来たでしょ、キック。